アメリカのコーヒーチェーン大手スターバックスがロシアから撤退すると発表しました。スターバックスは23日、ロシア市場でブランドを持たないという決断を下したとして、ロシア事業から撤退することを明らかにしました。スターバックスは2007年にロシアに進出して以降、15年間で130店舗に拡大していましたが、ロシアのウクライナ侵攻を受けて3月に店舗の一時閉鎖を発表していました。およそ2000人の従業員に対し6ヶ月間の給与を支払うとともに、再就職に向けて支援するということです。今月16日にはアメリカのファストフード大手マクドナルドがロシア市場からの撤退を発表するなど、欧米の大手企業によるロシア離れが相次いでいます。